要。今年のユミリンのパネルも今年もパネル可愛かったよね。早く届かないかな、見せたい。絵柄が好きなんだよな。横断幕も可愛かった。キラキラしてました。嬉しい。あ、あれ買ったよ今日。 MC でさ、メンバーがさ、あ、私も欲しいとか言うのって言ってるだけだと思ってるでしょ。本当に買いました。これ3500円、ガチで払って買いました。メンバー割引なし。3500円払って買いました。これ買いたかったのに売り切れてたからさ、払ったよ。結構これ気に入ってるんだよね、かわいい。シャワリなし。いや、普通に終演後に買ってもらった。スタッフさんに買っといてくださいって言ってお金払った。めっちゃ可愛いでしょ。これ気に入ってるんだよね。あは、てるちゃん、板シナモン10個20個30個40個50個、ありがとう。60個ありがとう、てるちゃんありがとう、てるちゃん。シナモンたくさんありがとう、てるちゃん。そう、ただじゃない。本来の使い方していいよ。かわいいでしょこれ。マイキー、クラミちゃんありがとう。クラミだよ。家族に見られても大丈夫だよ。別にこれ、まあ、水着とかじゃないから、超服着てるから大丈夫。公演お疲れ様でした。ほんまに疲れた。花垂れ公演2公演もしかもさ、1回通してるからリハーサルで、もう実質3公演なわけ。本当に意識がなくなる後半意識なくなってきて楽しいよね。オールしてる日の一線超えた時間って感じ。なんか1時ぐらいに若干眠くなるじゃん、12時とかだけど、なんか3時ぐらい超えたら一周回って眠くなくなるじゃん、オールの時って。そんな感じ。
一周回ってなんか意味わかんなくなってくるから2公演目のアンコールとか超楽しかったですえ、今日は話したね。くるくるとか結構話して可愛かったです。くるくるちゃん可愛かった。クッションでもこれさ、多分公園でしか買えない。なんかネットでさ買おうとしてたけど売り切れてたのよ。そう本当にこれ買ったよ、有言実行の女。そうだから多分現地ではないと買えない。これは良かったよ、目が合ったとか言ってみた。そう今日買った。サインしてシチュアスプレゼント、やだ、私が3500円払ったんだから。ユミリンのパネルね持って帰ったんだけどまだ届いてないの。そう、3500円払ってくれて、かつ私のその予備の分もくれるんだったらあげてもいいけど、そうあげない。なんか LINE が来ないんだよね、届けたよって。これは温泉浴衣の時の生写真のクッションで、でもね結構ねお見送りとかでなんかこうやってやってる人いたから結構買ってる人いた。あーマグカップも欲しいな自分の。なんかさアイドルになってさなんかたくさんいろんなグッズあるからあれだけど、よく考えたら自分の顔がついてるコップなんてそうそうさないから、なんか買っとこうかな。とか思ったり。え、サイン入れたら1ロンで買いますって、そんな高いよ。どうやって使うか、お話し会とかでこうやって後ろにさ置いとってたらいいんじゃない。公園で見た表情と目線の送りはグループ1でしたね。本当ありがとう。なんかそうグッズね、まあ、まあまあまあいいお値段するけどなかなかさねアイドルやってないとないものだから気に入ってるっていうかそのたまに変わってるけど今回は特に欲しかったのでこれ嬉しいです。
ビブス欲しいよね。わかるわかる。欲しい。劇場版のスペシャルエディションは11月発売じゃなかったっけ？多分。あれ全然来ないな。いい感じ。みんなはグッズとか買ったらどうしてるの？家に並べてる？私あんまりグッズ買わないかったから今まで。あれだけど、まあ昔 AKB のファンだった時は、なんか部屋に貼ったりしてたけど、 AKB ブース作ってたな。飾れるよね。アクリルスタンドとかね、いっぱい集めたいですよね。飾るとなんか毎日推しメンと一緒って感じがしていいよね。アクリルスタンドいっぱいいろいろ買って部屋にいっぱい置いといたら、例えばいろんな場所、自分の部屋にも台所にもお風呂場にも廊下にも置いといたら、アクスタを家の中どこに行っても私がいるみたいになる。どう？良いのでは？お風呂は恥ずいか。目が覚めたら横に私がいるように飾ってんの？最高じゃん。ずっと推しと一緒の生活だね、それは。おはようって感じ。これゴゴリバのワンピースの時のクッションも持ってるんだけど、それも結構気に入ってて、そう、てかこのサイズが気に入ってる。結構かわいい。あれもあって、お正月だったっけ、いつあったっけ。これあんまクッション出ないよね、だから結構レアな気がする。アクスタ買い始めた最近。いいね。集めてこ。ありがとうありがとう。楽しかった。ブルーライブパンパンにするユミリン、さすがだなって感じ。夜公演。昼もでも当日券売り切れたみたいで。ありがたいっすね。たまにめっちゃでかいアクスタあるよね。ね、普通のアクスタこれぐらいだけどさ、なんか年に2回ぐらいこれぐらいでかいアクスタ出るよね。
朝起きたら福ちゃんにしてよ。こんばんは。シナモンくんありがとう。全然来ないパネル。クスタに話しかけてんの？聞こえてるよそれ私に。みんなが私のグッズに喋りかけてるとき家でこっそり、それ聞こえてるから。だいたい一瞬でも聞こえてます。髪かわいい。久々にこの髪型した。今日は2公演とも同じにしてみました。パネル。ユミリンの生体院の人大丈夫なのかな。私がパネルもらってユミリンのためにさ作ってるのに。でもユミリンはお花をいっぱい持って帰るからなんかそれで大変なの。そう、ユミリンは両手にお花をねいっぱいにして持って帰るから。今日のユミリンのとこにすごかった。あのフラワースタンドフラワー SKE さんのとこみたいな感じで、なんかこうメンバーが写真撮っていい感じになるタイプのスタンドフラワーっていうか、そのブースでさすがって感じでした。そんな中のね大きなメイン装飾であるパネルを本当にもらっていいのかちょっといささか不安ではありますが、口並べしてるよ。ありがとう。でもユミリンがいいよって言ってるからいいよね。もう返してって言われたら返すから。わっ。
ょっと一回ミュートにします。でけえ、待って、今年のやつなんかすごいんだが、なんか立てかけるやつもついてた。な、なにこれ、どうやって使うの。わからん、これの使い方。とりあえずもらった。でっか、え、待って、サイズ感がさ、え、無理無理無理、入んないよ。あ、ギリいけた。あ、ギリいけるわ。等身大？等身大よりでかいわ。おお、これはすごい。めっちゃ服がかかってるけど、すごいでかくない？見て、天井ここ、ギリ、めっちゃ洗濯物干してるけど、なんかこのスタンドもくれたんですけど、これ使い方ちょっとわかんない。とりあえずミラボありがとう。こういう風にちょっとね、椅子に挟んでやってるので、いける。でっか、パリでかい。ほら、私の今普通に立って、ほら、ここの身長でかい。こんな感じで置いてます。ありがとうございます。すげえ。はい、マジでもらってよかったのかな、これ。はい、チーズ。あれ、はい、チーズできない。ここか。はい、チーズ。あれ、はい、チーズ。ほんとかわいい。これ多分去年の人と一緒なのかな。めっちゃかわいい。かわいい、すごい、ありがとうございます。すごい。うわ、これは、これは、これは待って、これすごい。ユミリンの足が、ちょっとユミリンに送るわ。ユミリンの足から来た。待って、これユミリンに今から送る。広角レンズにして、来たー。
たちょっと滝野に送ります。送った。ゆみりんに送った。でかい。すごいこれ。ほんとすごい。めっちゃいい。なんか私変なこと。変なこと言ったらこれゆみりんに蹴られる、もしかして。スカート覗いてるみたいだよね、確かに。もう蹴られてるよね完全に。でかい。ユミリン配信見てる、マジ？え、見てユミリン。めっちゃ家汚いけど見て。はい、マジでやばい。それな、これ洗濯物で天井ギリギリコメントしてるわ本人で。こんな感じです。で、こう椅子でこう椅子座椅子でこう支えてます。めっちゃでかい。 LINE で送ったけん見て後で。メールでパネルの説明ちゃんとしてる？ウケる。今年もマジギリギリ収まった。もう LINE 返した？嘘。すごいよこれ。あ、本当だ、 LINE 返ってきてる。あ、やば、おもろ配信見てるだって。ありがとうくれて。もうでかすぎて。こっちが顔。むずいなこれ。え、ゆめりん、これ今度うち来た時サイン書いてや。非公式グッズかもしれんけど。指摘利用なんで許してください。すごい。ちょっとねこれ生活感やばいからギリギリなんですけど、いろいろとこの洗濯物を一回ちょっと収穫して、よいしょ、こんな感じで。おお、でかーい。タコとサイン引き換えだって。タコパしよう、タコパ。すーごい、こりゃめっちゃでかい。だってね、ゆめりんやっぱり普通に立ってここ身長ここないよ、私よりこんだけでかいよ。すごい、ありがとうございます、嬉しいです。これでいつもゆめりんと一緒。パンツもパンツ見てないから大丈夫で、見えないからこれ。安心してください、タコパしましょう。ポニーテールの衣装っていうのがセンスいいよね、絶対可愛いもんな。うわ、このアングルちょっと罪悪感若干あるな。キャーだよねこれ。初見の人ちょっと何事ってなるっけ。すごい素敵。見えません。いや、ありがとうございます、めっちゃおもろい。てかでかすぎておもろい。形跡、空飛ぶシナモンくん、ありがとう。いや、ありがたいっすね。
まあそのうちね馴染んでくるでしょう。でも前さ、去年ユミリンのパネルいただいて帰った時さ、もう自分のファンの人はまあ 2,3 日で見られるんだけど、もう初見の人からとかたまに来る人とかから、それ何、え後ろ何それみたいな、すごいね聞かれる。毎日説明しなきゃいけない。そうこれ新しいやつ、そうもう去年はキリギリス人の衣装だったんですけど、キリギリス人の衣装のこのひらひらがここにあったから、なんかおしゃれな壁の背景かと思ったみたいな言われてました。ポチャッコありがとう。しばらくうちにいますこの子、よろしく、今日からよろしく。でかっ、かわいい。そしてよくこのチェック柄がいろんな色あるのとか再現してるね、ほんとすごいわ。ブーツって全部黒で塗るんじゃなくて、ここにハイライト入れてこうグレーとかで影を入れることでこう立体感が出るんだ、すごいな。嬉しい。上見ちゃダメ、違う、顔見てるの顔。顔見てるんだから。去年のユミリンのやつは実家にある、そうずっとあって、ちょっとねだんだん足とかが折れてきてたんですよ去年のやつは。だからあのちょっと安全なところにしようと思って、去年のやつは実家に送って実家の壁に貼ってる。ちゃんと浮かせて貼ってる。猫もね食わないよ、ちゃんと綺麗な状態で保たれてます。顔こんな感じでかっ、こう見るとほんと。ユミリンあと返してほしくなったらいつでも言って、マジでこれユミリンのだからそう、去年より圧倒的にでかい、すごいです。なんかこれでもなんかね、ユミリンのやつ、ユミリンの生誕祭を迎えるためにうちに来るのかな。でもこれより大きくされるとちょっとね、あのあれなんで、あのすいません、このサイズが限界です。何のお願い、私のじゃないし、何のお願い、これがマックスですね。これギリのサイズなんで、全然私のじゃないんだけど、はい、売っておきますって。
そうお願いします。よくこれ家のエレベーター乗ったな。持ってきてくれたんだけど。マジで絵うまいこの人。誰か知らんけどうまっ。お気に入りです。前のパネルは実家にある。ストーリーにイメリンの動画載せようと思ったんだった。よいしょ。えへへですね。これはインスタに。あれを載せます。動画を。シェア載せました。載せました。載せました。ユミリンファンの皆さんもぜひ福田福福赤リンゴのツイッターじゃなくてインスタストーリー見てください。
載せました。多分もうアップロードされた。そしてよかったらついでにフォローお願いします。シナモンありがとう。音声ついてた？ちょっとあんまりインスタの音声の出し方わかんなくて。見れた？どう？音ついてる？オッケー。前のは実家にある。後ろユメリンの。そう、すごいな、このあんか足がすごいな。気をつけて。こんばんは。足ですって感じ。めっちゃ蹴られそうになってる。カレードスコープ、タラとブシナモンありがとう。新しい足ですかってアンパンマンみたいに言うやん。福田あかりの配信だけど、福田あかりを目的じゃなく見に来る人が増えるかもしれません。生足があるぞ。なんか私がよくいなくなるじゃん、キッチン行って。その時にみんなさ、椅子さんこんにちはとか言ってくれてるじゃん。これからユミリンの足こんにちはになるね。これ明日も頑張れそうです。そうでしょう。素晴らしいね。え、マジでこのアングルおもろいな。みんなユミコの足の挨拶してるじゃん。ちょっとここの配信の主は私なんですけど、これで自撮りしたら。
ご飯食べよう。立ち上がる気力がマジで2公演やばいな。キラキラ。等身大を超えてる。マジでかい。納豆を食べなきゃ。にゃ、猫。蹴られそう。今ね UFO 作りに行きたいけど、あの腰が上がらないっていう。誰か代わりに納豆を消費しなきゃだ。納豆ご飯にしよう。シメンナナミン、シナモン10個ありがとう。意識がない。もうだってさ4時間動きっぱみたいな。顔面と頭も使いながら。ミキちゃん、牛の番中からありがとう。ミキちゃん、空飛ぶ牛のもありがとう。
あ、シナモンの空飛んでるのに私は歩くことすら今できていない。納豆カレー、花田君ありがとうございました。ありがとう。のすけ、シナモン10個ありがちゃ。いとシナモン。ゆうや、いとシナモン10個ありがちゃ。お腹鳴った、恥ずかしい、聞こえた？かいちゃん、いとちどぼう10個ありがちゃ。みんなこれシナモンも動いてるんだから動けって圧かけてる。これ嬉しい、嬉しいよ。そうやって私を奮い立たせてくれようとしてるんでしょ。ありがたいけど動けない。本当に聞こえた、お腹鳴ったの。やだ恥ずかしい。恥ずかしい。シナモン10個ありがちゃ。たかシナモン10個ありがちゃ。てか次の土日あれか、ツアーか、もう早いな。MC 面白かった。くちゃんの躍動感で公演盛り上がった。嬉しい。あ、今日あれやったよ。紛れたい紛れたい僕の存在なんかあなたなくしてしまいたいんだ。はい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 、日陰に逃げ込んだらほら自分の影見えないだろう。僕はいないいない、僕を祈り澄ませてほしい。ハッチありがとう、ハッチありがとう、トモありがとう、シナモンくん、なんちゃがいちょ。すごいサイリウムが。の日かこの世に生まれたことさえ。ママから LINE 来た。ママもパパもホークスが負けてショックで動けないから助けてあげられない。頑張って UFO 作り、白ご飯がないからご飯送って、ご飯を送って、チンのやつもうないママ。
動けなくてもスマホ触れたらあの注文できるけん、マジ今すぐ笑って、笑ってじゃない、今すぐ送って、あほら見てユミリンのさ生誕祭のやつ、ほら SKE さんよくあるね、こういうなんかこういうのね、椅子置いてみたいな、すごいこれ。これこれこれを、だって見てこのサイズ感、このパネルがここにある、このパネルがユミリンのこれででかいな、やっぱおもろいからこの画像保存しよう。米をぐってママ米を米を送れよな。ホークスが日本一になったら優勝セールで買ってあげるってなる。日本一、私野球見てないから全然わかんない。なんかさカープの人大変なことになってた、なんか何が起きてるの野球界で、いやわかんない、もうわかんない話だからあんま突っ込まないけど、なんか今大事な試合してるの？ホークス1位になる？日本一になる？なる？日本一に。優勝逃した？何？わかんない。わかんないけど。2位からの日本シリーズ進出です。足りん足りん、いつなる日本一に、もうあとご飯2個ぐらいしかないんだけど、足りる？間に合う？それ、あと2個ってことはもう明日なくなるけど、いつホークスが優勝するのは間に合わない、無理ー。ファンなら、ファンなら優勝、優勝すると信じて買っといて、米え、マジで、え、ファンの人のプレゼントでなんか絶対に開封してないであろう食品なら OK にしてほしい。ほんまにマジで米送ってほしい。なんでダメなんやろ。え、みんなもさ、なんかメンバーがさ服とか欲しがるじゃん。だけどさ、正味さ服とかわからんけんどうしようとかなるじゃん。で何送ればいいかわかんないでしょ、プレゼントしたくても、クリスマスとか誕生日とか特に。食品のさ絶
対にもう開けてないですってか完全に分かるやつ OK だったらマジお互い良くない？ファンの人もなんか送りたくない人は送んなかったらいいんだからさ、もし送りたい人は送ればいいし私らも助かるし、でお米だったらそのファンの人の男の人でも買うとき恥ずかしくないじゃん、恥ずかしいってかなんかハードル高くないじゃん。えマジでお米 OK にしてほしい。無理かな、無理か。えマジ欲しいものリスト、佐藤のご飯のあのチンするやつ、炊飯器ないから買いなさい。すいません、すいません、ファンの人を頼った。お大好きな坂東くんが頑張ってたからこうてやるわ、ありがとうママ。誰か知らんけど坂東くんっていう人に感謝しよう。ソフトバンク、ソフトバンク坂東くん画像、あこの人に感謝します。この人、この人に感謝します。若いな、この若いソフトバンクの兄ちゃんに感謝、ありがとう坂東投手、サンキュー。あなたのおかげで私の家に米が来ます。マヒナが好きな選手なの？おー、オッケー、ありがとう坂東の兄ちゃん、ありがとう、うん、感謝です。徳島出身なの？そうなんだ。嬉しいね、なんかすごい。そうだからマシちゃん応援してるんだ。あ、鳴門高校なんだ。へえ、そうなんだ。おしめんななみん、シナモン10個ありがとう。徳島すごいじゃん。福島出身、鳴門高校の鳴門高校卒の坂東投手のせいじゃない、おかげで米が届きます、ありがとう。日本一になれるよう、あの、セリーグとかパリーグがあのね、中では優勝できなかったかもしれないけど、その2位とかも入れて最終決戦のやつで優勝してくれると信じてます。知らないとこで一人のアイドルを救った、そう、しかもそのアイドルは徳島ラブサポーター。日本一になったら野菜生活も届くかも。
日本一になったら野菜生活も届くか聞いてみよう。日本一になった坂東くん超イケメンハートってきたおもろ。日本一になったら野菜ジュースよろ追加で。あお母さんも楽しんでるみたい。よしご飯食べよう。納豆ご飯にしよう。納豆が賞味期限が今日昨日1日なのよ。1日なのよ。だからちょっとそろそろ消費しときたくて。パカ空飛ぶシナモンありがとう。だから今日が2日だからまあいけるやろ。さあ重い腰を上げ。どうやばい今日マジ足パンパンだ。明日動けない。うわプリンあるよプリン。そういやこれ作ったんだわ。うまっ。黒ごまの層ちゃんとあるし。これこそ今日中に食べないとね。牛乳使ってるから。うまっ。黒ごまはマジで美味しい。今日リレーの MC 今日も天才だったよ。マジでおもろかった。この黒ごまプリン食べたスプーンで納豆を混ぜるっていう。今日はなんかユミリンがスーパーボールを1000個なんかある家に買ったみたいな話をしてて、だからスーパーボール1000個の話を結構長いことしてたのに、リネがスーパーボール線香だ、線香の話だと思ってて、スーパーボール線香ってすごいですねみたいなこと言って、スーパーボール線香、スーパーボール線香ねって、ほんまに意味わからんかった。しかも狙ってなくてさ、本気で言ってるからおもろいんだよね。スーパーボール選考の話なわけないやん。しかもさ、スーパーボール選考だと聞き間違えたとしてなんで受け入れたん。一回スーパーボール選考って何ですかっていうツッコミ入れろよ。だったらめっちゃ面白いよね。意味わからんほんまに。
私その MC おらんかったけど裏で待ち時間で聞いとって、ほんまにこの人天才やなって思った。しばらく結構長いことスーパーボールの話してたからな、しばらくスーパーボール選考の話と思って聞いてたんだなと思うとマジでおもろくって、いやほんまに不思議。よし、米取って米の上に乗せてくるわ。ちょっとエミリーの足でも担当してて、この季節は誰のためにあるのだろうか、出会うその人はいつの日か去っていってしまうのに、ただ見える道の先に昔愛した君の物語、花を散って散って咲いてまた散る日まで。納豆を2倍盛りにしました。よいしょ。何度だって夢を、一回見たことある絵面やなこれ。夢を見せて。やばい、もりもり納豆丼。でかいスプーンにしたらよかった。最高やな。これすごいね。納豆もりもり丼。いただきます。うん、うま、最高。納豆マシマシ線香ですわ。うまっ。生徒さんみんなキラキラしてた？楽しそうだったよね今日。みんなやっぱユミリンの愛されユミリンがわかるよね。よくうまっ。
熱い米が。意外と納豆足りなくなってきて笑った。前もこの現象起きたな。欲張って最初に納豆を食べ過ぎて後半若干足りないっていう。食べるペース配分が どうもミラボありがとう。うまい納豆うまい。お父様ちょっと口急いでくる。ベタベタなんだから受け入れられるんだろう。すごい。クラブチャウダーの納豆ってなんでさ食べれるんだと思う。普通さあんなもの食べようと思わないよね。でっかユミリ。でっか。
すみさらが福ちゃんのこと話してた？珍しい。もう一回あっち行かなきゃいけないじゃん。もう行ってよ、自分で自分で行って。セブンイレブンのクラブチャウダーを買ってみたので、これみんなにもらったクオカードって買ったから、みんなのおごりだよ。ありがとう。なんか飛んできたの見えた？アサリがめっちゃ入ってる。あかり、アサリちゃん、あかりちゃん、こんな感じです。いただきます。ありがとうみんな。後ろのやつ何？滝野由美子のツイッターを見てきたらわかる。うまい、普通にうまい。うまい。クラムチャウダーって給食以外で食べることなくない？あれだ、パンですくって最後きれいにお皿ツルツルにして食べなきゃ。あれはもらったの？そうだよ、こんな感じ。ウケるでしょ。うまクラムチャウダー。このサンリオはショールームイベントですか？ショールームイベントってか、まあまあまあそうだね、なんか勝手にみんななるやつみたいな、何ポイント いったらこれがもらえてみたいなやつです。あの毎月よくやってるやつ。ごちそうさまでした。こういうのもらえたりするんだ。いやいや、特殊特殊。これはね、本人じゃないのにもらうパターンはないよ。
ちそうさまでした。あ、リップ来てる。ユミリンにリップ返したよ。あ、暑い、クラムチャウダー暑い。そう、キティちゃんのはね、なんかすげえやつしかないのよ。夏休みでルーム入ったら納豆を食べてて気になって戻ってきました。ウケる。納豆今日2倍盛りだからいい日に来たね。いつもはご飯1パックに納豆1パックだけど、今日はもう賞味期限が近かったから、近い人が過ぎてたから、ご飯1パックに納豆の2パック乗せたやつだったんです。だから今日はスペシャルで、おめが高い。今日の夜ご飯はプリン、納豆マシマシご飯、クラムチャウダーの3点でお送りしました。おいかしったです。豪華3点セットでお届け。はじめまして、アイドル好きです。嬉しい。私もアイドルオタク兼アイドルだから、アイドル兼アイドルオタク、どっちでもいいか。フォーティエイトグループ押してます。嬉しい。フォーティエイト最強よな。結局な、48いろんなアイドル好きだけど、結局48に戻ってくるんよな。原点、戻ってくるっていうか48が原点。ふう、暑い。48グループの安心感あるよな。しかもさ、なんか48グループをひいきに見てる自分もあるけど、自分がなんかやっぱフェスとかでもなんかやっぱ AKB さんが出てバシーン、言い訳メイビーバシーン、ポニーテールシュシュとかやると、もう会場がすごいことになるわけです。だって知らない人がいるわけ、知らない人がいないから。AKB を通ってない人、 OAKB に推しがいない人でも絶対もうヘビーローテーションとかポニーテールとシシとか言い訳メイビーとか、あの何、恋するフォーチュンクッキー、わかんないけど、そういうのは絶対知ってるじゃないですか。アイドルを推してる以上、アイドルが歌うし、 AKB 以外のアイドルも。だからそういう時にフェスとかで AKB さんが出て、そういう曲をパシッと決めてきた時に、もう会場のボルテージがみんな一体感、エモさと懐かしさと嬉しさととかで、もうすごいことになるわけですよ。
そういう時、そういうの現場を特に今年の夏もいっぱい見てきたし、今までいっぱい見てきたから、48ってやっぱアイドルグループのこう、このアイドル戦国時代のやっぱ要になってたんだなって思うと、すごいかっこいいし、今そうやって48グループのメンバーで入れることってマジですげーって思う。だって AKB になんかいろいろあって、今は AKB を離れてる人とかもいるかもしれないけど、他のアイドル好きになってとか、結局今アイドルになってる子たちの根幹に結構 AKB があるっていう子は半分、今アイドルになってる、まあ今のまあ高校生以上ぐらいかな、多分中学生とかになるともう知らないかもしれないけど、その AKB のもう全てを独占してた時代を、今の高校生以上の子はでアイドルになってる子って結構そのパッションの根幹に48グループの AKB の神セブンとかを見てきたっていうところがあると思う。憧れじゃないけど、アイドルを知ったきっかけがやっぱ AKB ってこうばっかだと思うよ。48に入ってる子に限らず、いろんなグループのアイドルで、だから本当にすごい、 AKB ってすごい。ちなみに今山根すずはちゃんがやってる、ずんちゃんがやってるなんか衣装選挙、シングル衣装総選挙みたいなやつ、勝手に投票したんですけどラブラドールレトリバーに入れました。ラブラドールレトリバーの衣装好きなんよな。まあ眉毛センターやけんっていうひいき目もまああるけど、ラブラドールレトリバーは本当に可愛い衣装好き。ラブラドール走って波打ち際で水しぶき跳ねながら僕らを誘うよ、ラブラドール、白いやつ、ラブラドール、まあ、チャンスの順番の衣装も好き。私白い衣装好きかもな。この前桜坂さんが着とった衣装も好きやったもんな。かっこいい摩擦係数の衣装で、チャンスの順番とラブラドールで迷ったんですよ。でもどっちも白い衣装だから白の衣装好きなんかも。で私が AKB で一番好きな衣装、シングルとかの抜きで一番好きな衣装が、一昨日のミュージックブラッドで AKB さんがの選抜さんとショールーム選抜さんが一緒になったやつで着てた、なんか星柄がバーってなるアンクレットかな、あの時期の衣装なんですけど、あれユミリンも多分自分のやつあるんだけど、あの衣装が一番好きなんですよ、可愛くって。そうだからあれも白なんですよ。だから白い衣装が好きなんだろうなって感じ多分。後ろ大きい、大きいよねこれ。そうなんだよね。熱っ。老舗だよ、2、30年続いたらほんまに大きいこれ僕らだけの周りも白いね、かわいい、純白いい。あ、真夏のサンズグッドも白い。でもな、ちょっと私はちょっとふわっとしてる方が好きなんだよね、ふわふわみたいな。だから STU の衣装もあのマリン、青い青白のマリン、めっちゃ昔着てたやつが好き。
たたたた追いかけ、そんなの脱ぎ捨てて初めてのキスをしようか。お、ママが日本一になったらオロナミン C も買ってくれる。神。うう。パネルはマネージャーさんに持ってきてもらった。ハイエースかなんかそういうでかい車に積んで、バリでかい、できていただきました。ありがたいです。担いで帰ってきたらもう大変なことになってた、バキバキだから安全に、ま、運んでもらいました。しょうがない。前へポンポンプリンのしでしたね。そう、可愛かったな、あれ。お尻プリプリしてる写真、前髪分けたレコードだってな。12巻の衣装はいいけど、12巻以外踊れないもんな、あれで。そう、でも一回着てみたい。マフラーどうやってついてるんだろう、あれ。チャリンコン、植木みたい、足しか見えてないと大変だよ。ブルーライブからここに来ました。ありがたい。ワゴンで郵送？そうかも。シナモンくんありがとう。ポンポンプンありがとう。クロミちゃんありがとう。シュキシュキベイビーはザ AKB。 そうだね。だってフライングゲート枠はひどい責任のモノマネの人、金太郎さんか。金太郎さんは曲はフラゲだけど衣装はメイビーっていう、ザザみたいな。こんばんは、ケロケロケロッピニックネーム赤リンゴで合ってますかいいよ、赤リンゴでも。赤リン、赤リンゴって呼んで。全然赤リンゴっていうのがね、なんか浸透しないから、赤リン、赤リン福ちゃんが多いかな。赤リンゴって呼んで、でもぜひ、嬉しい。赤リンゴ推し、 STU の赤リンゴ推しかわいいな、いいねリンゴ推しになりました。あ、かわいいな、赤リンゴ。ブランド名、確かに。そう、なんか私洋服作ってるんですけど、
りんごって気に入ってるから、洋服ゴー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 赤りんごっていう洋服作って、手にはリンゴマーク、こういうの作ってるから赤リンゴ欲はあるんだよ。ねえ、っていうのは赤リンゴしちゃいます。わーいうれぴー、そういう人多いよね。 HKT ってとこの講師でSK だってこの講師で、NME だってこの講師でみたいな。スティールだと赤リンゴ欲しい。マジで赤リンゴ、この服着きやすいよね。いい感じです。でも赤リンゴってほんと浸透してないから。福ちゃん、まあ、福ちゃんが一番浸透してるかな。まあ、なんで福ちゃんにしてるかっていうと。あかりっていっぱいいるからアイドルで、なんか福ちゃんの方がまだ少ないからね、覚えてもらいやすいかなーって。あかりちゃんもう最近かわいこぶってあかりちゃんって言っちゃうから、私マジで眠くなったらこれこうして、皆さんこんにちは、福田あかりです。今日はどんな一日でしたか。私は今日はライブがあってこうやっていう曲をしました。初めての披露だったんですけど、皆さんいかがでしたか。可愛かったですか。ちゃんと歌えてましたか。今日は皆さん暑かったので熱中症とか大丈夫でしたか。体調気をつけてくださいね。私もちょっと風邪気味なので気をつけて今日はゆっくり寝ようと思います。それではお疲れんこんでした、バイバイバレないよね、賞味だっていつもさ固まっちゃってこうなんだから。一緒だよね、今日はなんか福ちゃんこの角度なんだなみたいな感じで。わからないですよ、結構アップとかにしちゃえば ここまで来るともうクッションってバレないから、ね、もうクッションとパネルとかってもうね、すごい世界ですよ。わかんないでしょ、アカリンからランダムメール来た。あ、そうだ、ランダムメール今日私だったんだよ。あ、返信はハッシュタグ福メール、福がひらがなでメールがカタカナです。明日つぶやいとこう、福メール。あ、ツイッターのあれに載せてる、あの自己紹介ツイッターのプロフィールっていうのに載せてるハッシュタグ。え、謎かけが配信されたのか、なんかもっとなんかあの別のやつでもよかったんだけど、あれ勝手にやられるんだよね、なんであのメールにしたんだろう。まあいいんだけど、逆にみんなが絶対謎かけ送んないから逆に差別化できていいかね、逆にいいよね。なんで謎かけが選ばれたんだろうとは思っちゃったけどそこもランダムなのかな。こんにちは。キティがみんなの、キティはみんなの人気者。ワン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 、赤リンボーの。キティがララ、
一緒だな。福原といえば謎かけか一日一ネタ運動。カリンゴ可愛いっしょこれ。そう謎かけでしたか。でもランダムメールは一件だけだった気がする。謎かけは一日一回を目標に頑張ってるけど、今日とかはもう考える元気があんまりなかった。また明日だね。ポップコーン食べたいね。あの機械やりに行こうかな久々に。減ったよねだいぶ。イオンとかのなんかプリキュアとか虫キングコーナーにあったイメージ。あとサンリオ、イオンのサンリオ。このキティちゃんゲスト動くんですか。え、見たことない。めちゃったって結構相性お値段がすごいから見たことない。そのキティちゃんのギフトまだわからない。え、動くと思う。ピューロにはあるのかな。あるでしょ多分。え、公式だよねあのポップコーンの機械あるはず。疲れるか。そうイオンにある。夢タウンにもあったよ。てかサンリオに置いてる、サンリオがあるとこにはなんか置いてる率が高い気がする多分。しかもあれさ、ちゃんとハンドル回すのって意味あるらしいよ。ちゃんとあのハンドルをぐるぐる回す、あれ子供騙しのやつじゃなくて、ハンドルをちゃんと回すことによってその出来が変わってくるらしい。機械の場合ポップコーンの匂いなの。そうだっけそう、シナモンありがとう。意味あるらしいよ。そうびっくりだよね。あれついてるだけかと思ってたじゃん、おもちゃみたいに。あのハンドルでちゃんとなんか中の弾け具合じゃないですけど、なんかちょっとわかんないけどやってるらしい。1時間耐久とか公式が出してんの？おもろ。このねクッションね、いや好評発売中ではあるんだけど、公園に行かないと買えないから今んとこ。あんまり宣伝してもね買えないから意味ないんだけど、ただ普通に気に入って持ってるだけ。気に入ってんのこれ結構。そうごめんね、からこれネットで売ってないし、今公園に行っても売り切れすらないし、あるか分かんない。今日はまだ全然あったけど、どうだろう次行ってあるか分かんないしあれだけど、もしあったら買ってみて。公園行く人でできたてのポップコーンはいかが。ワン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 の歌詞一生分からんしな。ハローキッティ、出来たてのポップコーンはいかが。こんにちは、キッティはみんなの人気者。バン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 、ほりんぼうも。キッティとみんなとキッティがなんとか一緒だ。つられて優しくなっちゃうな。これが私の知ってるすべて。ぜひ。やりたいよね、あのポップコーンのやつどこでやるんだろう。やりたい。カリンゴー、あゲームセンターにある、あかりんのおすすめグッズ。今ハロウィンの、ね、グッズにネットで売ってるから、おすすめマグカップがおすすめ。カリンゴー、もう置いてないんだハロー、出来たてのポップコーンはいかが。お
ガーカップ普段使いできるよ。マグカップとアクスタ買った。ありがとう。1週間ぐらいしか受注期間なかったから、グッズ、ハロウィングッズ、ハロウィングッズ、まあもしゲットしたいよって方はお忘れなく、お早めに。まあ受注なんで受注期間中に売り切れることは多分ないけど、あの受注期間が過ぎたら手に入れないことは確実なので、お願いしますね。あくびしてないし。今日も皆さんチャレンジ、マイページのとこにあるショールームのチャレンジっていうとこからサンリオちゃんギフトをもらっといてください。無料で3種類とも全部もらえるので、シナモンくんとキティちゃんとポッポッピポッポッピポッポッピ、毎日もらえる。そう、1日なんか30秒以上視聴してショールームをしたらできる、もらえる。高画質で配信見れるようになった。なんで iPhone14 にしたの、今話題の。2日に1回だっけ。あ、そうなの、分かんない、ごめんね。Wi-Fi した。おお、いいね Wi-Fi。 3種類あって、まあ、一応シナモンくん推しにはしてます。なぜか、なんでシナモンくん推しかっていうと、あのね幼稚園の時にシナモンくん、私が幼稚園ぐらいの時にシナモンが出てきたのよ。で小学生に上がる時にシナモン好きで、どうしてもシナモンのグッズ、ランドセルがよくって、でもシナモンがまだ浸透してなかったから、出たばっかりで、シナモンがね、あのグッズがなかったの全然。でシナモンくんがなかったけど、サンリオショップにの4万円もする高いランドセルだけあったの、シナモンくんのランドセルが、サンリオ公式の。でもそれ買うしかなかったから親に買ってもらった。それが私とシナモンくんの思い出。そうだから家にシナモンくんいっぱいいる。だからまあキティちゃん一押しだけど、シナモンくんも同じぐらい好きだから
シナモンくん推しにしてます今回は。まあでも別にあのなんかこのキャラが嫌いとかないから、そこはあのはいご注意ください、ご注意ください、安心してください。ポンポンプイもこのこのゴロミちゃんじゃない、ゴロミちゃんじゃない、クロミちゃんも好きなんで、ちゃんとゴロミ、え昨日のツイッター見た、ゴロミのお尻の穴乗せちゃった、ゴロミにバレてないかな、どう思った、あれ見て夜にあんなゴロミちゃんのお尻の穴乗せたらみんな気になって眠れなくなっちゃうでしょ。あ誤解もらえるんだ、誤解もらえるってキティちゃんじゃない、シナモンくんとかの、ゴロミゴロミ、ゴロゴロ、ゴロミのペロペロフェイス、ニャンスケのペロペロフェイス、こりゃすげえ、ゴロニャンペロ、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 大きくなったらお空に声が届くかな、ピース ピースグー、手がつってきた、痛い、
か。手が痛い、手が痛い。暑い、暑いな。そう、あ、今日見て、みりんちゃんの T シャツ。みみ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 み、充電器、ちょっと充電さすよ。痛かったら言った、充電さすから。痛かったら言って、いくよーす。グッド我慢。えい、大丈夫だった、だよね。ごめんね。痛かったでしょ、病みつき、点滴みたいなもん。痛いじゃん、まあまあ。の T シャツ、古川みりんちゃん。ジャンボリミッキー、なんで今日ジャンボリミッキーの動画撮ったこと知ってるの。ジャンボリミッキー、なんで知ってんの？まだ載せてないんですけど。え、iCloud 共有されてる？やばい。やばい、ゴラミちゃんのお尻の穴の写真もっといっぱいあるのに。やめてよ、流出させないで。やめて、ニャンスケの。ベロとかゴラミのお尻の穴とか。ダメだよ、流出させちゃ。ダメなんだから。どういたまして、お話をあれし、猫猫猫、ねーこ、手になんかついた、絆創膏。ガリンコ
今日かわいい、今日もだろ。見えつけし空飛ぶシナモン、ありがとう。私のジョーもかわいい、いつもかわいい。今日南がアフタートークの前にマイク取ってきてくれたの。私がもうお見送り終わった後にあのステージの上で倒れてたから、無理すぎて、もう体力的にやばすぎて無理です、もう私は動けません、アフタートーク寝たまましますとか言ってたんだけどで見た目にあのみんなに早くやるよっつってあのマイク取ってきてくれたんですけど、はい、あから始まる言葉言うんだよって言って、あかりちゃんかわいいって言ったら、違うありがとうって言うなって言うからた。でもあーから始まる言葉だって言われたら、あかりちゃんかわいいだよねと思って、ちょっと分かんなかった。ユミリンはアメンボ赤いなあいうえおって言ってた。あがががががだよね。あががががだよね。あから始まる言葉といえば、あがががががががだよね。三言言言語って、そう。てかさ、お見送りもやだって終演して、まあ一通りをなんかちょっとみんなで整えてお見送りして、その後アフタートークだからDMM の人アフタートーク始まるまで結構待ってるでしょ。だいぶ30分ぐらいは。どうやって待ってるの？私だったら絶対もうその待ち時間の間になんか退出しちゃう。待ってくれてるんだ、優しい。アフタートークってアーカイブ残るの？アフタートークまで残るアーカイブ。おやすみ。あ、残るんだ。え、残るんだ。マジか。残るような話してないけど大丈夫そう？今日マジ第一声、え、これ花、ユミリンが花持ってたから、これ本物だったよ。大丈夫？あとは何喋ったから再び、まあ、詳しくは見てください。ぜひ DMM の方。なんだろうな、あとはこれ持って帰っていいって聞いた。ユミリンのファンの人を見てるかなと思って。そう
これすごいから。でかわいい。ほんまに心配、ユミリンのファンの人は怒ってないかな。まあいっか、ユミリンがいいって言ってるし。ユミリン、しかもこれすごいんだよ、こうスカート落ちてくるな、これスカートのチェックの柄が、いろんなチェックの柄がある、再現されてる。すごいよね。かわいいぜ。すごい。今日迷ってることは、あのお風呂をためて足をしっかり休めるか、もうシャワーでパパッと済ませて睡眠時間を長くとるか。お風呂にした場合30分は伸びるからな。今日公園楽しかった、ありがとう。よかった、ありがとう。まったりんご買えなくなってる。あれ、ブーツ外して、外さないよ、絵だから。そう、気持ちは困ってるけど絵だから。お風呂で寝たら死んじゃう。分かった、足にシップ塗って、シップ貼って寝る。そしたらこう折衷案じゃない。ケーキ本物がいいよね、けどもちょっとお金かかるから迷う。お風呂、ユミコのスピーチ中我が子を見守るような顔してた。ははける。これからもセンターで背中を見せてほしい、私たちに。今お風呂はスイッチ押しに行く。でもお風呂洗わなきゃいけないから、お風呂洗って泡を流して入れるって考えたら多分もう大変し、お風呂をに長、お風呂とではなかなか携帯をいじっちゃうんですよ。だからこうやって相談してでも、お風呂洗ってくれるんだったらお湯張るよ。
お風呂ためるのさ2週間に1回ぐらいだからね。毎日シャワーシャワーでいいかな今日は。冒険だね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 パッションアドベンチャーだねだね突き進め。なんと面白さつかみましょうね。そうなんよ、配信終わってここでしばらくぼーっとするんですよ。もうこうほんとに携帯も触らずに、ほんとに携帯触り出すじゃん。で携帯触り出してこうやって倒れたらもう終わり。1時間は経つね。それでそれはもうじゃあお風呂入ればよかったじゃんってなる。それなら湯船で携帯触った方がよかったじゃんって、その未来が見えてるな。動けなくなるよね。てるちゃんありがとう。いとしなもん。そう本当にもう終了する。ここで全てが とかめっちゃ欲しいんだけど、ソファー買ったら終わり。ソファーにこうドカッと座ってふーってやったらもう一生社会復帰できなくなっちゃうから。いや気づいたら朝はなったことないな。私睡眠の質は下げたくないから、短くても絶対ちゃんとメイク落として、でスキンケアしてパジャマに着替えて、なんか最適な室温で寝たいの。睡眠時間短くてもね。公園の表情好き、ありがとう。そうだからなんか寝落ちとかはない。こたつで寝落ちとか床で寝落ちとかなんかそういうのはないけど、今までそうあのカラオケオールとかもしたくないタイプの人なんですよ。絶対帰りたい、絶対帰って自分のベッドで寝たいから、絶対そういうのも一回冷静になる。そういうタイプの人、ノリ悪いタイプそう睡眠の質重視。だからよくあもう今日はナイナイちゃん家に泊まって朝そのまま一緒に仕事行っちゃうからみたいなことがいるけど、ちょっと理解不能、無理っていうか人が一緒に家に来てね来られても困るしね、寝れないとか言いつつ今日は、はい、じゃあ今から12時、もうあと1分2分で壇上読んで12時に配信終わって、もうあもうこの髪の毛取ります、これせ取ります、すいません、もうはい取って、ここの耳こういう髪の毛を取ったりするのがめんどくさいので、まずあれ あの腰がね上げられないから、
し、壇上読むか。シンプルに見える髪の毛でも中にこんだけいっぱいいろんなこういう留め具が、留めるためのゴムが仕込まれてるんです。公演中に髪が邪魔にならないように。ストレートヘアが一番大変だから、ね、いっぱい髪が抜けたわ。よし、これはまあ取れる。ピンは入ってないね今日は。よし、おつランキング読もう。トーモありがとう。ハイパーありがとう。ケイセキありがとう。ノスケありがとう。シナエモンありがとう。せいちゃんありがとう。タカ、この疲れっ子ポニーテールをほどいた君を見たの。福ちゃんやっぱり大好き、可愛すぎるね。また見に行けるのを楽しみにしてます。あの曲いいよね。いや衣装が大好き、マジで可愛い。髪飾りもいい。ミケちゃんありがとう。ハッチありがとう。大変ありがとうございました。お疲れっ子。マイキ、今日イメリン生誕入ってよかった、いい生誕やったね。ミーヒンの手紙ニコニコして聞いてる福田がよかった。めっちゃみんな私の顔見てるんだね、ああいう時。そういう福田が大好きです。10月もよろしく、よろしく。10月なんの早いわ。おしめ斜め、福ちゃんいつもありがとうございます。徳島を見ててくれて、話題出してくれて、 STA の最高のキャプテンだと思ってます。徳島ラブサポーターじゃけんね。ありがとう。2位てるちゃんありがとう。1位はかんずありがとう。パチパチパチ。というわけで今日も終わったよ。早いもんだぜ。私が福田はって言ったら下打ちって言ってください。鬼マスと福田は下打ち。サウンドでメッシャーは何で決まり。アウケー出身のクチャークと福田会でした。頑張った今日、マジほんまに頑張った。なんで今日乗り切れたのかは自分でもわからないけど、めちゃくちゃ頑張りました。体力の衰えを感じます。お疲れんこ、休みみんぜみです。またお会いしましょう。明日も頑張ろう。明日も体力使う、頑張ります。皆さんも頑張ってください。応援してます。ほんまに頑張った今日。もうお互いゆっくり休みましょう。お疲れんこ、おやすみみずみです。キャッチフレーズやってた、私やってた。この最後の3分記憶喪失になるんだよね。お疲れんこん、ふぅ、シュありがとうございます。おやすみなさい、バイバイ。ありがとうございました。シュキ、あおあお。